ね、違う、抜けそう。デジ緩い。緩くない。緩くなってるんだと思う。うん。スケベや。スケベや。バカにするなよ。いや、スケベや。テンションがおかしくなってる。相当厳しい訓練だったんだなと思って。ガタガタあるからだ。これどうなんだこれ。始めない。なんかラジオ35秒前。あ、またラジオ配信になってますね。なんたなんた、直した直した直した、すぐ直した、もういいかと思った。カメラの位置変えていいですか。消して、そこでいいか。20秒前です。やべやべ、緊張感がなくなってきてる。10秒前、9、8、7、6、おはようございます。5秒前、4、3、コンティニューポインが来た。1 DJ マシャワールド。平成28年8月19日金曜日、放送第45回、こんばんは、 DJ マシャです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週も DJ マシャワールド元気に始めていきたいと思います。はい、ですね、いやー、今今週といえばツイキャスじゃない、オリンピックですよね。オリンピックがすごい盛り上がってて見てなかったんですよね、全然。実は最初のいや全く興味がないわけじゃなくて、一応見てたんですけど、あ、見てなかったんですよね。で、ちょっと早起きして見るようにしてたんですけど、そしたらね、レスリングから見始めたんですけどね、いやー、もうなんかね、金メダル取ったりとか、あとそのまま朝卓球もしてて、いや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 、すごかったですね。卓球部だったんですよ僕似合わないですか、ロッカーは卓球部だったの巻みたいなねそうなんですよ。いや、水谷さんすごいですね。何かギター侍の畑陽子さんに似てるんですけどね、なんていうんですかね、すごいですよね。なんかこうレベルも中国に近づいてきたのかなという感じでね、とても嬉しいです。さて、それでは今日もコーナーの紹介を手短にいきたいと思うんですが、本日のメールじゃなくてね、オーライメールセンターはスポーツ。はい、今オリンピック高校野球なので盛り上がってる夏です。皆さんも何かそういうスポーツに関する思い出、好きなスポーツなんか、ね、関連するメールをください。マシャはオリンピックに大興奮です。はい、続きまして、ね、期間限定の試しコーナーなんですけど、ちょっと今日はね、ゲストさんがいないので、メールをたっぷり紹介したいと思うんですが、まずですね、一つ目いきます。オーライ怪談話。マジの怪談話でもいいし、あのおばさんのストッキングから毛が伸びていて怖かったわとかいうね、リアルな怖い話でも大丈夫ですよ。はい、続きまして、真面目にお届け企画ね、盆があったんで、ちょっとたまに真面目なメッセージもどうかと思いまして募集しましたけど、メール来てるかなということでね、お願いします。天に送るあなたへということでね、ちょっとメッセージ募集したいと思うんですがね、亡くなった大好きなあの人へ DJ マシャにメッセージを読んでもらえませんかということでね、心を込めた本気のメッセージお待ちしております。続きまして、パクリからの脱出、今日も行きます。オーライカモンベイベー、誕生日、誕生日の方がいたら、メールかツイキャスで教えてくださいということで、今日ゲストなしなのでたっぷりメールを紹介したいと思います。それではメールアドレス djmasya@fmgino1.com、 番組のコンセプトは応援番組です。はい、じゃあどんどん今日詰めていこうな、今日詰めていこう。じゃあ曲あるかな、あったでしょ、もあるでしょ、じゃあ流せる、すぐ行ける、いけそう、あとちょっとの、じゃあね、今日はね、大阪からね、届き物が来まして、これちょっと追加すで、これいきますけど、これどこのタイミング使おうかな、これ、いくよ、よく滑る
面白くなる。こっち続きまして、熱くなる。次行きまして、なんやこれ、アンラッキーなあなたに幸せなーるっていう感じでね、4つのお薬を、大阪のおっさんシロさんと、あとこれ坂健さんかなこの名前が書かれてましたけど、衝撃的な薬が送られてきました。はい、じゃあそれでは今日一発目の曲送りたいと思います。ブルーハーツでキスしてほしい。この曲もともとあった、こっちにありました。あった、あの探して入れました今。でも逆にマシャさんからもらったやつの中にどこに入ってます、うん、え、入ってない、入ってないです。なんか入ってない、ハレンチ学園しか入ってないです。あれハレンチ学祭、あれおかしいな。 DJ マシャワールドのところにもエンディングとオープニングで事件だな。あとドリカム、あれおかしいな。あれ俺違うの渡したかな。あのちょっと待ってよ、いいものは入ってないです。マジか。え、ツイキャスの皆さんちょっと待ってね、事件発生だ。あれは？え？もしかしたらさ、違う持ってきたのかな。もういいや。あれ？でもまあ大丈夫です。いやいやいや、取ってましたけども。これは怪談だ。怪奇現象発生した。あれ？マジか。怖いわー。合杯が告知したいみたいな。え？合杯？あ、合杯さん。ああ。じゃあ最後に。もう絶対忘れない。目の前のところ。こっちにこっちに。置いとくよ、中に。しゃべる？あと呼ぼうかな。どうするみたい、中入ってもいいって。そっか、後で呼んでもいいですよ。とりあえず後で。うん、とりあえず後で。はい、それではツイキャスの方行きたいと思います。ダダダダダ、ツイキャス誰が確認中です。え、マネージャーのチケットが確認です。ツイキャスめっちゃツイキャス来とるな今日。すでに31来てるね。メールするのを忘れた、あさってでメールしますって。おい、こんなコメディーないよ。今のうちメール準備しとこう。怖いわ。もうこの書く間にメール作ればいいのに。さあ、坂健さんありがとうございます。坂健さん今どこですかね。あ、ムー&ミヤさん、あ、ムーちゃんさんですね、ありがとうございます。ドンちゃんさんもありがとうございます。リューティーファミリーの皆さんって来ますね。みそニコミスキーさん、オーライ。はい、アップルポンさん、お疲れポンポン。リスカスさんも、はい、オーライってことでね。ユーミーさんもいつもありがとうね。はーい、アルファウィングケインさん、はい、あ、じゅんちゃんも来てますね、ありがとうございます。のの中の銀の、ホタルさん、メール送ったぞって来てますね。名古屋のダンサーさん、うわ、めっちゃ来てる。ツイキャスがめっちゃ来てる。ね、ツイさ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。えいえいえい。下げます？うん、じゃあ一回下げるか。はい。DJ マシャワールド。夜景が綺麗な FM キネワンからささやくような声でお届けしております。DJ マシャワールド。じゃあそんな感じでね、今日も始めていきたいと思いますが、はい。皆さんどうですかね、キスしてますかね。ということでこの曲どうですか、ひろきさん。コメント大事だね、コメント。ひろきさんどうですか、首振ってますね。縦に振る、横に振る。いやー、これ秘密らしいですよ、よくわかりませんね。こんな質問してはいいのかわからんのかわからんけどね。じゃあ今日もね、明るくメールをしたいと思います。メールね、読んでみたいと思います。さあ誰が来てるかな。もう順序曲か。ちょっとね、今日メールの募集をね、ちょっとあれやっちゃったんで、ね、ちょっと読めない人いたらごめんなさいね。ちょっと飛ばっちゃって、どうしよう。さあ、行きますよ。メールがめちゃくちゃメールが来ています。今日はゲストさんがいないので読めると思いますね。行きますよ。さて、一番目は誰だ？だだだだだ。さあ、行きます。じゃあ今日のテーマ、スポーツで来てますね。蜂蜜一家です。かっこいい声で読んでるね。勝ち。今、やってるスポーツは、バレーボールとゴルフ。バレーボールは月に2回から3回、ゴルフは月に1回、平日にプレーしています。草野球も30年やってましたが、部員が減り、一昨年から球部に。体は疲れるけど頭がすっきりするので、スポーツは欠かせませんと安心やーということでね、来ております。はちみつ一家さん。
いい体してましたよね、はちみつ一家さんね。あのなんかちょっと俺がホモ発言みたいな感じになってるんですけど、ええ、すごいね、なんかスポーツをしそうな、そんな雰囲気しますよね。野球、30年ってすごいですね、年季入ってますね。僕はね、球技が苦手なんですよね、もう球がつくのはもう何でも苦手で、なんか苦手なんだよな、球がつくのはね。そうなんですよ、卓球部だったんですけどね、卓球部実は下手くそだったんですよね、衝撃なほど下手くそになったっていうね、本当に。うまいのか下手くそなのかよくわからないってことがありますけど、いやー本当にありがとうございます。バレーボールですね、身長も高いですしね。そっか、スポーツか、バドミントンなんかもなんかうまそうな感じしますね。 ありがとうございます、素晴らしい。今度僕にスマッシュを打ってください。意味がわからん。さあ次いきます。昼夜逆転生活をしているまちゃこさん、おつ。ラジオネーム名古屋のハイテンションダンサーズです。今夜のテーマスポーツですが、中学生高校生の時は水泳をやっていました。おお素晴らしい。おお、ダンサーズさん水泳やってたんですね。大会に出れるくらいの速さはありませんでした。おけ強いんでした。そうですか。夏休みは毎日朝から夕方まで泳いでましたよ。それとスポーツ観戦でしたら野球を見るのが好きですね。名古屋ドームに来ビールをいただきながら見るのも好きですよ。それと余談ですが、昨日一昨日岡山県呉敷市に行って、その時に、星野仙一記念館行ってきましたよ。星野は中日ドラゴンズのエースでしたので、その軌跡を改めて確認できました。まちゃこさんは何かスポーツをされていましたか、ということでね、来てるんですけど、まちゃこさんはですね、スポーツが苦手なんです。僕はですね、いつもスポーツが、あのね、体育はいつもね、2でしたね、2で、マラソンの時だけ4になるんですね、5にはならないで。マラソンとね、あの短距離がもう早かったんですよ、そこそこ。自転車乗ってたんで、多分それでだと思うんですけどね、持久力あったのかな。すごいですね、なんか皆さん、なんか見かけによらず、なんかすごいことやってますよね。素晴らしいです。メールこっちでもか。素晴らしいですね。はいはいはい、ありがとうございます。いつもメールありがとうございますね。よくこんなメール書いてくれますね。本当にありがたいです。ダンサーズさん、ありがとうございます。さあ、どうしようかな、これ。これ階段だな。階段はなんだろう。めっちゃメールが来てますね、今日。頑張って読まないと。ちょっと待ってよ。次。結構ね、階段話が来てますね。さて、あ、プレゼントをくださった方がメールが届いております。それで言いますね。DJ マシャさん、ギノワンスタッフの皆さん、おばんです。大阪のおっさんシロです。届きましたか？薬。新しいコーナー期待してますよ。これ来週ちょっとコーナー出そうかな、コーナー作ってみましょうかね、来週ね。スポーツの話ですが、オリンピックでいろいろなスポーツが盛り上がってますよね。やはりマシャさんも一緒にする卓球でしょう。絶対に実施してほしいです。10月に、沖縄に行く予定をしてますので、その時にやりましょう。大会終わった後にマシャワールドのゲストに呼んで、もちろんどんちゃんも卓球しますし、ゲストにも呼んでお願いしますと。ああ、来てますね。はいはい、ありがとうございます。そうか、そうか。一応あれですね、卓球できる人集めて、卓球しに行きたいですよね。でもレベルがよくわからないんで、ちょっと心配なところありますけど。いやー、ちょっとね、みんなで集めて卓球ね、そうですね、シローさんとかこう、どんちゃんさん来られた時にね、ちょっと何名か集めて、卓球会なのかやりますか、ひふみさん。卓球会。卓球パーティー。ね。まあ、卓球やる人って一応声かけて、ああ、ツイキャスで卓球したいって言ってますね。卓球。はい、アップルフォンさん、卓球。どんちゃんさんね。卓球する人ちょっと集めて、卓球ね、ちょっとやってみましょうかね。スポーツランドがありますよね、アメクに。あそこでどうかなと思いますけどね。はい、これちょっと計画してもいいかなと思っております。はい、ありがとうございます。次いきますね。じゃじゃん、ちょっと待って、これね、やっぱ
紙じゃないとね、ちょっと読みにくいね、はっきり言うとね、超読みにくい、ね、あのタブレットで見てるんですけど、メール。さあ行きますよ。マシャ太郎さん、こんばんは。あ、ちょっとメールが、味噌2個ミスキーです。オリンピック盛り上がってますね。しかしいかんせん時差があり、試合見るのもなかなか気合い入りますね。味噌煮込みスキーの好きなスポーツはボーリング。でも好きなだけで、全く下手ですと。レーンの水を掃除することがしばしば。最近やってないな。あー、ボーリングしたいな。ボーリング大会したらブービー賞狙いだけどね。マシャさんはボーリング得意ですかときてますね。はい、味噌煮込みスキーさん、ありがとうございます。いやー、僕はですね、ボーリングが苦手なんです。もう球がつくのはね、ちょっと苦手なんですよね。球がつくのが苦手なんですよ。で、弟はまたね、すごかったんですね。センス良かったですね、弟は。僕と違って。なんで兄弟ってこんな違うんですかね。いやー、不思議です、本当に。味噌煮込み好きなんですか？ボーリングが好きって書いてあるんですけど、どうですかね、このグローブみたいなの持ってるんですかね。あのなんか手にカチャンと食べるロボットみたいなやつとか、プロテクターリ、ね、プロテクターみたいなね、とかあのマイボールとマイシューズとか。下ネタですか今のは。違いますよね。違うと思いますね。違うと思いますね。弾を持ってるってね。弾をたまたま持ってるんでね。僕も弾はたまたま持ってるんですよ。1個だけ持ってますね。あの、買ってきたんですよ、中古で。中古で買ってきたボールなかなかね。よくわかんないこと横に言ってる人いますけど。はい。ツイキャスちょっと見ようかな。見てみようかな。じゅんちゃん。北海道のじゅんちゃん。ピンポンしかできない。あ、ゆっくりだったらできるってことですね。ピンポン部門と卓球部門で分けてもいいかもしれませんね。はちみつ一家さん。バレー部は卓球もうまいですって。これ、バレー部がサボってたってことですかね。どういうことなんでしょうか。どんちゃん、卓球にないか、沖縄にないかな、卓球バー。卓球バーって沖縄あります？これ経営したら儲かるかもしれんな。やろうかな。酔っ払って卓球させるわけ。これいいね。これ作ろう。沖縄に卓球バー。お、ねえ。あの、射撃バーってありますか？ペンギンバーありますよね。射撃バーなかったっけ、はい、ありますよね、どっかね、雲寺かどっかね。卓球は作ろう。儲かったら卓球は作ろうと思ってます。はい、じゃあ次。卓球、のんぺさん、卓球は素人だからダメだ。あ、ピンポン部門のところでいいかもしれませんね。ひふみさん、卵玉って書いてある。はい、のんぺさん、バスケットのフリースロー大会、これはもう絶対入れられないですね。はい、そんな感じですね。はい、じゃあそれでは一旦 CM。 ヒュードロドロみたいな音ある。あ、妖怪の階段の BGM あります。ある。はいはい。前使って。いきなりそれ流してもらうこれ。あ、そこ。はい。OK です。八、七、六、五秒前。四、三、二、一。DJ マシャウド。FM。昨日からお届けしております。今宵は盆も近づいたということで、今日は怪談話をお届けしていこうかと思います。ツイキャスを見てる皆さん、電気を落としました。ラジオを見てる皆さん、
何のことか分かりませんよね。すみません。じゃあ僕のバリバリ低音を生かして心霊コーナーを行きたいと思います。今日はどんな怖い話が来ているんでしょうか。それでは行きます。サングラス、タモリ並みにサングラス、曇ってるこのサングラス、曇ってる、髪が濡れてた。さあ行きます。ミスターマリックではないですよ。はい、キャストを見てるお客さん、はい、ラジオを聞いてる人が何かわからないと思いますが、こんなことで時間が3分も経ってしまいました。行きます。意外とビビリのマチャオさんを持つラジオネーム名古屋のハプニングダンサーズです。さて今夜のテーマ、怖い話ですが、ダンサーズが小学生の頃に夏休みを利用して母の実家に行く車の出来事です。母親の実家は三重県の漁村で、国道から集落まで40分ぐらい獣道を走っていた時に起きました。時刻は午前1時ですが、明かりは全くありません。しばらくするとヘッドライトに照らされた白い T シャツを着た女性が歩いていました。こんな深夜になんで歩いているのかと振り返った時、その女性の姿は見ませんでした。嘘か本当か分かりませんが、この昔にかなり昔にこの付近で首吊り自殺をしたとのこと、地元の人たちでは出るということで有名とのことでした。まちゃこさん、これって世間が騒ぐ幽霊なのでしょうか。このメール作成で手が汗ばんでベタベタになった iPhone から送信、郵便番号4、嘘です、ここまでは読みません。怖いですね、ダンサーズさん、この話は本当だと思います。三重県の漁村どこでしょうか。ありがとうございました。次行きます。いつも楽しく聞かせていただいています。話したくないけど話した方がいいのかなとメールをしました。怪談話ハテナを一つ。ラジオネーム、レイレイさん。私は霊感が鋭く結構感じてしまいます。だから沖縄に3回行った時もなるべく怖い噂なとこは近づかないようにしています。一番怖かったのは、場所が分かりませんが、街中を車で移動中、ドーンと衝撃波動が手のひらに。ふとその場所を見ると大きな穴がありました。情景はとても怖いものでした。穴めがけて大砲が撃ち込まれました。そんなことを教えてくださるんです。いいこともあるんですよ。この先に行ってごらんみたいに導かれると、とても素敵な場所があったり、感動させてくれます。詳しく話をすると長くなるので、笑い。霊感って怖いものばかり教えてくれるわけじゃないんですよ。レイレイさん、ありがとうございました。いや怖いですね。沖縄にはそういうところがたくさんあるかもしれません。シローさんからもらった熱くなるもちょっと飲んでみましょうかね。寒くなってきました。さて次の怖い話いきます。採用されてない人誰がいるかな。採用されてない人、怖くなってきた。オーライ、盆明けリハビリ中のムーネーです。マシャこんばんは。テーマ怪談話。昔東京にいた居酒屋は遅くて25時までしか開いていない。ベロンベロンに飲んだ帰り、友人と2人線路の金網を越えてたどり着いたのは狐の神社。何を思ったのか、石を投げてのお参り。神社からの帰りに
ご神木みたいな大木の根元から光を差したようなすごい光、近づいてみるとフランス人形に数珠が何重にもぐるぐる巻き、それを見て立ったままの金縛り、酔いはぶっ飛び、スカイラークに明るくなるまでいたとさ。おしまい。マシャさん、キツネにバカにされたことある？リクエスト、マイケル・ジャクソン、スリラー。書けなくて大丈夫です。意味ません。今度書けるかもしれません。怖いですね。さっきとんでもない怖い話が来てました。スポーツより怖い話の方がメールが多いです。どうしましょうか。時間が押しております。ちょっと押しております。怖いですね。さて行きます。マシャさん、こんばんは。ベゴニアです。ありがとう、メール。ツイキャス怖いです。さて怖い話、私が前に勤めていた学校の話です。最近の子供たちはパワーストーンをしている子も多く、中には高価な石をつけている子もいました。私はその子に、ここ大丈夫？と聞いてみたんです。そしたら、うん、ここは大丈夫と答えた後、隣のトイレを見ていました。私は放課後残業することも多く、最後にトイレのスリッパを並べてから帰るのが日課でした。その日からチェックするのを朝にしました。朝早く出勤してトイレに行くと、臭い臭い、例の匂いが充満しているんです。和式の便所の端から端まで太く長い丸子があるんです。ダメだ、笑いそうな子供ではないでかさ、これは子供ではないでかさ、もう読めません、怖いです。なんだこれ、涙で前が見えません、怖いですね。子供ではないでかさ、でも一体誰が。しばらくこの朝の恐怖は続きました。そしてまた忘れた頃にやってくる私の恐怖体験の話でした。ごめんなさい、怖くて臭くて本当にごめんなさい。怖かったです。でもしなくてやばい、怖いですね、怖いですね、怖いですね、もう怖いです、すごい怖いです、涙がもう怖いですね、怖いです。ホワイティさん、ありがとう。イフミさん、一本は難しいよ、一本は。アップルポンさん、怖い。ヨナバルのビバさん、寝ないでください。野中のホタルさん、ここはここは大丈夫、おいしいよね、よくわかりません。さあ次は行きます。オライマシャラジオネームディスカスだよ。早速テーマ、怪談。怪談というより自分が知っている霊道の話をしようね。霊道はウガンやユタの修羅場に、修行場にできやすくて、その近辺で言えば大山の地味の裏のユタの修行場、そこから一直線の海からご先祖様やそれ以外が上がってくると思った方がいいよ。それ以上に強い場所は女村にある。ヒープーがよく話すところだよ。興味本位で行かないように。おそらくこれもユタの修行場だと思われます。多分僕は場所がわかります。ありがとうございました。
今日のテーマを怪談話だけにすればよかったです。怖いです、全部読めない。さあとりあえず時間が押してますね。確実に時間が押してますね。怖い話、もう一丁いきます。名護から島那覇さん、先ほど真面目より怖いことが、真っ黒い車が飛び出してきて私は急ブレーキをかけてようやく止まった。その場所は何年か前に飛び出してきた車が娘の車にぶつかってきた同じ場所。娘はそれで早産したのです。全く同じシチュエーションにドキドキ。ああ怖い話を送るつもりだったけど今は足がガクガク。怖い話あまりにありすぎて、今度聞きに来てね。それでは頑張ってね、しまな。怖いですね。今度原稿にして僕に読ませてください。ありがとうございました。さてそれではメールをコーナーを変えます。明るいコーナーにします。さっきの太くて長いうまる子が、僕の瞳は涙でいっぱいです。いやびっくりしましたね。いやもう階段だけにすればよかったな。メールがいっぱい来ちゃったもん。さあ次はですね、なんかオルゴール的な音楽ありますか。オルゴールミュージックありますか。次いきます。次は声一緒やんさっきと。じゃあちょっとね、続きまして、コーナーは変えますね。天に送るあなたへ、盆も過ぎ去りましたがこの時期でもありますし、亡くなった大好きなあの人へ DJ マシャにメッセージを読んでもらえませんか。心を込めた本気のメッセージということで、今日募集しましたので読んでみたいと思います。いやさっきのもうベゴニアさんのメールがやばかったですね。いや破壊力が大変でした。いきます。 DJ マシャさんこんばんみ。ブレーキペダルになって川光安里さんにポンピングされたいヘクトパスカルお城です。天に送るあなたへ、ヤギの吉則へ。おーい吉則、愚僧は茶屋が。吉則は小ヤギの頃からおじに飼われてたけど、角が完全に生え始めた頃におじを背後から角で突き刺し、おじいを病院送りにしたね。その日の晩、怒ったおじいの手により、君はひじゃじるとなって、食卓に登場したね。悲しかったけど、いっぺんまーさん、ありがとう、よしのり。ということでね、やりいただきました。ヤギですね。コメントしにくいですね。僕はあの元部 の勝山でしたね。あっちであのヤギのお祭りがあるんですけどね、あの、ま、前尾さんが司会してたところ、歌ったところかな、そこでね、あのヤギのオーラ生徒があるんですけど、そこにヤギのヤギ汁とかあるんですよね。複雑な心境です。はい、メール時間押しとるな。どうしようかな、あと一件。あやべえなこれ、あとで読もうかな。どうしよう、ちょっとメールの時間押します。じゃあですね、もう2ついけるかな。ちょっと待ってね、お化けの時間かかりすぎちゃったね。怪談話がね、ちょっと天に送るあなたへ。マシャさんこんばんは、味噌煮込み好きです、よろしくお願いします。天国にいるおじいちゃんへ。おじいちゃんは体が弱かったそうですが99歳と長生きしましたね。おじいちゃんはカイロプラクティックとして、地元のみんなに愛されるマッサージ師でした。
営業は気まぐれでなぜか孫の私の用事があるときにはお客さんを断っていることがあったり、よくわからない時間に来たお客さんの、施術をしたり、自由な感じでしたが、でもお客さんはよく来ていました。私の母が、帰省したときは娘なのにマッサージをしていましたね。天国でも今日も誰かのマッサージをしてるかな。みんなを気まぐれに癒してね、孫より、ということでね、みそにこみすきさん、ありがとうございます。いや、心優しいメッセージですね。はい、ありがとうございます。いいですね。今日はもう帰っちゃってと届くかな俺の声。微妙なところもありますけど、あと1個いくか。マチャヤンオツ、ラジオネーム名古屋のノーマルダンサーズです。今夜のテーマは転入を送るあなたへですが、それはダンサーズ母です。あら、そうなんですか。16年前に他界していますが、健在の時は反発ばかりしていたな、まともの助言を聞いていなかったな、反発ばかりしていた日々ですが、そして16年前ですが、病に倒れ、帰らぬ人になりました。亡くなってから母の偉大さに改めて感じられました。命日が近づくと毎回思い、出されますということで、マチさんは、これらをどう思いますかということでね。いやー、母の存在ってのは大きいですよね。そうか、お母さん亡くなってたんですね。そっかそっか。いや、僕はね、父が小学4年の時亡くなったんですけど、まああれですよね、両親っていうのは大きな存在ですもんね。で、なんでか分からんけどね、母の日が盛大で父の日ってなんかあまり盛り上がらないですよね。あれは母に対する感謝が大きいっていうことなんですかね。どうですかね。いやー、そうでしたか、知りませんでした。今度お母さんの話を聞かせてくださいね。はい、じゃあとりあえずもうメール大丈夫か、メール大丈夫か、とりあえず、じゃあとりあえず CM だった今度CM じゃない、普通のメールの時間ですね。普通のメールに行きます。これ作ったの俺なんですよね。普通のメールは45分まで行きますね。ちょっとね、じゃあフリーのメール来てますんで行きますね。オーライマシャ君、そしてラジオお聞きの世界のリスナーんちの皆様、こんばんは。アイスミドルフォーティーズの落書き島のライオン丸ずら。いやー、毎日暑いですね。暑い日が続く中、ちょっと涼しげな話題といっても、みんなの期待をしているゾッとする話じゃないってば笑い。実は落書き島、今月からちょっとしたお手伝いをしております。それは石垣島の某観光施設で、開催されるイベント、星空ビレッジのヘルプスタッフであります。星空ビレッジ、なんとも怪しげじゃないね。そんな、涼しげなイベントの内容をちょっとだけ紹介するぜ。まず落書きプラネタリウム、これは入場の際カードをもらうのですが、そのカードに好きな絵を描き、専用の機械を通すと、あら不思議、設置されたスクリーンにあなたの描いた落書きが映し出されて動き回り、その落書きがあなただけの星座になる。え？という日本初のテクノロジーなんだぜ。ちなみに俺は一度も描いたことがないぜと。あら、もったいない、描けばいいのね。その他には星空マイスターの講師のもと、庭園に設置されたベッドに寝転がって星空観察をしたり、たくさんのミラーボールイルミネーションやキラキラ、記念撮影をしたり、特殊なペンを使って光るメッセージやイラストを書いてみたりと、盛りだくさんの内容ってば。暑い夏、石垣島に遊びに来る予定の皆さん、そしてもちろん地元の方も、涼しかったら、夜風に吹かれながら星空を見上げてみたらいいさ。よかったらぜひ遊びに来てくださいね。さてさて、落書き島もそんな場所でヘルプスタッフとして働いてますけど、夜空の星を眺めながら仕事をする、こんな贅沢な仕事もあるんだな。 ちなみに落書き島は毎日いるわけではございませんので、あしからず。じゃあマシャも遊びに来てよね、ほんじゃー、ということでね。あー、来てますけど、あー、なるほどね。おっと、久しぶりなの忘れてたってば。さて、今週のラッキー特撮ヒーローは、流星人間ゾーンだ。ん？普通か？って言うか、よくわからないですけどね。あー、すごいですね。描いた絵が、星座になるっていうのはね、多分これあれですかね。もしかしたら、この、描いたものが、
なんかあの魚が泳ぐっていうなんかあのリューボでしてたのがあったんですけど、これと同じような感じですかね、もしかしたら。うん、はいはいはい、ありがとうございます。あ、これいいですね、石垣島に行ったらちょっと行ってみたいですね。楽しそうですね。いやー、これ男だけで見るのはちょっとどうなんですかね。来られる方ってあれですかね、やっぱ女性と来る方が多いのかな。はー、いいな。はい、ありがとうございます。読んでない人いねえか、読んでない人いねえか。ちょっとメールね、読んでない人いたらごめんなさいね。メール飛ばしてないかな。オーライ盆明けリハビリ中のムネです。マシャこんばんは。あ、これ読んだか、うん、マシャより、定芸しじゃったはず。ワッター萌え進化、3ヶ月ぐらいのペースでいろんなスポーツの試合をしてますよ。サッカー、フットサル、野球、ゴルフなど。ヤシが相手がいて、小学生の野球チーム、サッカーチーム、フットサルサルのママさんチーム、勝つためには子供、女性にも容赦しません。中学生には勝てないけどね。マシャさん最近スポーツしてるってことで、ムーネさん来てますけど、そうですね、卓球したいですね。もうめちゃめちゃ卓球したいですね。ラケット持ってますよ、僕。あの中学生の時のラケット持ってるんで、もう20、30年ぐらいになるかね、このラケット。まだ持ってますね。はい、ありがとうございます。卓球をしに行きたい。そんな感じになってますけど。さあ、次のメール。はい、いきますね。こんばんは、マシャさん、ひふみさん。ラジオネーム銀のトロンボーンです。こんばんは、マシャシャン、ひふみシャン。今日のテーマ、スポーツは音痴。で、怪談話。見えないし見えないし、聞いた話だと幽霊や呪縛霊が通る道は光り輝いているらしい。ああ、そうなんだ。で、天のあなたへということでね、この世に未練家紋あっても降りてきてあっちこっち歩かないでくださいってことでね。カモンベイベーバースデーコーナーへってことで、あとで来てますね。誕生日は 今月の10、今日19日、 FM ギノワンの今西めぐみさん誕生日だったみたいです。今日誕生日たぶん。誰？さんから聞きました。あ、そうか、そうだな。今西めぐみさん誕生日、今日ラジオ聞いてないんだよな。あ、そっかそっか、なるほどね。そうかそうか、わかりました。後でやりましょう。メグタンって言うからさ、こっちのメグタンと思ったらさ、先週あっちのメグタンだったんだね。 AKB さんが、あのチャラい AKB さんから来てたんだけど、来てますね。あといけるか。マシャさん、リスナーの皆さん、こんばんは。金沢の旅人ドンちゃんと言います。今日のテーマはスポーツですが、私は中学高校と卓球やってました。うわ、これ勝てないな、これ。これ勝てないぞ。これやばい。社会人になってからは約20年以上ラケットを握ってませんでしたが、小5から始めた、息子の練習に付き合ってるうちに自分が真剣モードになってしまい、20年ぶりに卓球を再開することになりました。いざ卓球を再開しようとしたとき、卓球のルールが大幅に変更されていたことや、あー、そうですよね、はい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 、卓球道具の進化、特にラバーの性能と価格に脅かされました。ほー、そうなんだ。高校時代に使っていたバタフライ社製の、スレイバーがまだ売られていた時には嬉しくなりました。あ、僕もバタフライのあのラバー使って、あれ使ってますね。スレイバーって何だったかな、何だったかな、スレイバーって俺が使ってるのかな、分からん。これは今ではすっかり練習することもなく、卓球の道具はクローゼットに保管されていますが、オリンピックで水谷選手や伊藤選手の活躍を見ると打ちたくなります。マシャさんも卓球をしていたとか、機会があったらお相手お願いしますと来てますよね。これは勝てないですね、絶対に。これはやばい、やばいです。めちゃめちゃうまいって感じがしますね。ありがとうございます。どんちゃん卓球行きましょうね。なんかこれやられるわ絶対。うおー、うわー、やばいやばい。もう一回、もう一回いけるかな。オーライこんばんは。金曜日はマシャのラジオがあるから、最近は飲み会を入れない北海道のじゅんちゃんです。私さ、生マラソンを走るのが夢で、2年前友達と走ることになっていたんだけど、その年の初めにひどい捻挫して、簡易ギブスが2ヶ月も続いて、結局練習もできなくて、でもダメ元でエントリーしたら見事外れ。でもいつか走ってみたいな、走る前に痩せないとね。シーブン楽しみしてるよ、待ったやーってことでね。
ありがとうございます。シーブンがあるよ今日は。今日シーブン、シーブンがありますよ今日もね。はい、今日はシーブンでありますよ。はい、選手ごめんね。はい、ありがとうございます。那覇マラソンね、やっぱ半年ぐらい練習しないとね、ちょっとあれかもね。練習しないとね。あ、北海道行きてえな。うわ、いつか沖縄に走りに来てね。はい、ありがとうございます。純ちゃんいつもありがとうね。ほらーいって感じでね。めっちゃメール来てるな、めっちゃメール来てるな。これ最後かな。マシャさん、リューティーファミリーの皆さん、お元気ですか。倉敷ののんぺです。今日のテーマ、スポーツ。その昔バドミントンで左ふくらはぎの肉離れ、ソフトボールバレーボールで右ふくらはぎの肉離れをしました。皆さん、急な運動、体を温めるストレッチなどは必ずやりましょう。怪我のもとです。体験談なので、今はケアを必ずして運動しています。マシャさん、暑いけど頑張ってくださいね。熱中症に注意して頑張ってくださいね。またメールします。バイミーと来てますね。ありがとうございます。あ、バドミントン、やっぱりね、スポーツってなんかこう舐めてるんだけど、やっぱりちゃんとやっぱやらないと、あ、なんかなっちゃうんだね。あ、そっかそっか。はい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 、そうか。ちょっとメールがもうちょいあるけど、時間がないな、もう時間がないな。メールがあるけどな。45分になってまった。じゃあとりあえず、ちょっと CM で。さあ次はギターのコーナーです。カホンとギターのコーナーです。カホンとギターの、ごめんなさいね、今日ツイキャスあんまり読めてないな。今日ツイキャスが、ツイキャスが絡めてね。歌と一緒、違います。どっちがどっち。ギノワンの人は、あ、誕生日大塚ってことですか。うん、違う違う、名前、二人とも正座してやる。二人ともめぐみです。違うよ、めぐ、どっちもめぐ。あ、どっちもめぐです。あ、いや、さあ、さあ、あ、さあ、大丈夫今日、あれ、いる今日、カホン係いる。カホンの人がいないですっていう、あの、ちょっと心配の連絡が。あ、今、繋がってんの。え、番組繋がってんの。6、5、5秒前、4、3、2、1。俺、映ってんの。 DJ マシャワールド、夜景が綺麗な FM ギノワンから応援じゃない、放送しております。さて、あの弾き語りのコーナーありますけどね、ちょっと今日かな。なんかあの亡くなったね、あの村下幸三さんのね曲をやろうかなと思ってます。いやー、行こうとしてたんですけどね、ライブ行こうとして、まあ来年、また来年って言ってるうちに急にこう倒れて、亡くなってしまって、ショックですね。なんか喋りと音が合ってない、喋りと音が。はい、そんな感じです。はい、じゃあそれでは、じゃあいきましょうか。じゃ、ドラムから、ドラムから、ドラムからいきましょうか。タンタタタン。はい、じゃあそれでいきます。村下幸三で風車。どうだった。え、こんな感じ。OK。 はい、オーライ。はい、叶わぬ恋と決めつけても諦めきれない。風車
て暮らしていてもあなたはそこに線香花火闇の中でもキラキラ輝いてだけど燃え尽きてしまったら落ちてゆくだけ村下幸三さんで風車でした。はい、じゃあそれでは誕生日のふふふふふふみたいな曲あります。あ、来た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 、さすがですね。はい、じゃあ、今日誕生日ね、来てるかな今日さあ今日バースデー、先週小座名宮さんね、これやったもんね。そして今日FM ギノワンの、めぐこと 今西めぐみ16日、黒島ゆりえさんお誕生日おめでとうございます。さあ、あとは誰か、シーサーさんの奥さんとお嬢さん、シーサーさんの奥さんと奥さんが、お嬢さんと奥さん、奥さんがお誕生日、いつかが分かんない、え、いつかが分かんない、誕生日 近いです、誕生日と、はい、あとははちみつ一家さんの奥さん、はちみつ一家さんの奥さん、お誕生日、はい、おめでとうございます。とコーラゼロさんがだったはずと言ってます。これあのキーフーミーさんに送ってもらった方がいいかもしれないね。これね、俺見逃してないかなっていつも心配してるんだよね。誕生日、誕生日来た。名古屋のダンサーさん、カモメイベー誕生日、8月22日はお笑いユニット初恋車に4の松田忠さんの誕生日です。適当に祝ってくださいと来てますね。大丈夫でしょうか。はい、はい、松田さん誕生日おめでとう。じゃあもうごめんな、もし呼んでない人いたら。じゃあそれではハッピーバースデーいきたいと思います。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデイディア。DJ マシャワールドにメールを送ってもらったあの、そのみんなお祝いしていただいてる皆様、ハッピーバースデイトゥーユー、お誕生日おめでとうございます。もううさうさやらないあれ苦情が来るからいや、やろうとしたんだけどね、今日はしょったな。いや、あのどっかで時間食ってるからもう今日ほらあのね、でそれでちょうどいいぐらいなんですよ時間。ほら来た来た、ほら53バッチリ来たよ、ほらほらほら、CM やりますよ。じゃあ、はい、じゃあ告知のコーナーです。はい、告知、はいはい、告知される方、はい、告知される方、はいはいはい、はい、いつも DJ マシャワールドに来ていただいてる、はい、じゃあ、はい、見ないで、はい、はい、じゃあ自分で告知してください。はい、ガッパイさんさん、ガッパイさんです。はい、はい、何がありますか。今度の日曜日、はい、今度の日曜日に沖縄県立武道館アリーナ棟にて、はい、何かボクシングの試合があります。はい、これ何系ですか。これ格闘技、普通のボクシングです。あ、ボクシング、 OBBF 東洋太平洋タイトルマッチ、うん、はい、尾長豪選手が、時間、オープンが、オープンが会場、会場が12時、スタートが1時から、1時から。お金は、お金は、いい席は高いです2階は
自由席。インターネットで検索の仕方何かありますか、はい、あります。チケットの買い方は、チケットの買い方は無限。無限か平中ボクシングジムで。ああ、平中さんとこね。はい、よろしくお願いします。わかりました。ちなみに僕は駐車、臨時駐車場で防具は振ってます防具は振るの、見に来るのはただですので。はい、わかりました。違う棒振るなよ。ありがとうらしいです。はい、じゃあ DJ マシャワールドね、男祭りがまた今日も続いてるんですけどね、男しかいないですね。はい、じゃあ今日はね、シロさんとあの誰だったっけ、坂健さんに送ってもらった、幸せになると、なんだこれ、熱くなると、おうおうおう、面白くなると、うん、よく滑 る, よく滑る、これを使って来週何かできないかなとちょっと考えたいんですけど、ちょっと後でツイキャスのあのコーナー、あの白く飛んでる、映ってる、あ、ユーミンさんまた C 分先送ってくれたんだね。俺のカンパチがよく見える。いや、あっちもあっちもあっちも、あのユーストもね、ユーストもね、はい、ユーミンさんいつもありがとうね。じゃあ、あの後で DJ マシャールド、そこに全部流れるんで、だいぶ下だね。カンパチ隠して出ます。ありがとうね、今日も DJ マシャワールドにたくさんお聞きいただいて。あと40秒。さあさあ、どうしましょう。ね、じゃあ、メール、もう時間ないな。あのね、ちょっとメール読めなかったらツイキャスに行くので皆さん来てくださいと提供は、DJ マシャとヒーフミーじゃないね俺提供してんの。ね、 2x4 ステーションと、そうそうそう、あと1個言おうかな。やめた。10秒9秒。あー、来週言う。来週うんこちんちん来週言う。またや、あとでね。来週言うとか言って。